第45期囲碁名人戦七番勝負第2局2日目が、今日午前9時から再開されています。かなり、検討室のですね、予想を覆すような手が次々に現れて、解説の山田君雄九段も大変だと思いますが、午前中の進行よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。封じ手は予想通りですね、はい、そうですね、封じ手は予想通りのツケでしたね、はい。これは要するに、はい、黒はここの隅での無条件の息はないわけです。あ、でもあの、はい、ここに挟みつけるというか、うまい手で、はい、無条件で生きることはできるみたいですね。よくつけて、まあ、つがして、はいはい、それから下がって、そうすると生きなんですね。そうなんです。これは、切ると、こう飛ぶ手が甘い手で、ここが要するに抑えられない、ダメ詰まりで抑えられないってことですね。はい、この伸びた手が効いてるんで、はいはい、なので白は、はいはい、飛ぶんですけども、はい、繋いでおいて切った時にこのハサミ付けが効いてて当たるんですね。これでそうすると生きなわけですね。はい、ただまあ白はまあこれが大損害ですよね。白は、はい、まあ、こう出て、はい、まあ、こう生きの図になるんですけども、はい、このハサミ付けは結構ひどいんですよね。これ切りをなくしてるんで、はい、なるほど、味をなくして、まあ、ここまず白が繋げば、まあ、席ですね。これは、はいはい、なのでこの生き生きれるんですけども、生きがいいのか、まあこうに、味を残してこうにした方がいいのか、はい、なのでどうも、まあ、実戦は生きに行かなかったんですよ、ね、選ばなかったんですね。生きがあるのに生き、はい、あるいはですね、今先生、はい、あのハサミつけから、はい、黒白が隅を取る手段もあるんですね。はい、こう取ると、はい、今度は切りを打って、はい、でまあこう切って出て、まあ、4目は取れるんですけど、はい、まあ辺で生きることができる、ね、なるほど、はい、まあ、これこの生きだと黒もまずまずだと思います。黒もまずまず、はいはい、じゃあ白としては先ほどの封鎖して、そうですね、隅に閉じ込める図を選ぶだろう、はい、そうですね、そんな予想されてたんですね、はいはい、なるほど。ところがでもここはあえて挑戦者は生きに行きませんでした。はい、生きずに、はい、たんですね、ここの味を見たんですね、うん、まあ、これは引くしかなくて、はい、でもう一回押してで引きですね、はい、これだと今度ここはもうこうにしかならない、ね、そこはこうにしかならない、はい、でまあしかしここは切りからいろいろ利き味があるので、はいはい、で、まあ、実戦こう曲がったんです。これもちょっと意外な一手で、はい、まあ、ここがすごく大きく見えるので、要するに白の根拠を取ってるわけですね、はい、そうですね、地も大きいですし、はい、この白も目が、はい、薄くなるので、まあ、こう打つのかなと思ったら、はい、これが確かに意外な一手です、はい、それでまあ当然だから白はここ打たれなかったんで、白はこちらに回るのかなと思ったら、こっちは見たんですね、ま、報じたわけですね、はい、これもちょっと意外な一手で、はい、まあ、これなら黒はこれ負けは利かしですね、はい、これは黒は利かした感じ、はいはい、でここで、はい、でまあ、まあ、こう取るのかなと思ってこちらに打ったんですよね、それはどういう意味なんですか。これを受けさせてから取ろうと、はい、おそらく受けさせてから取ってこれを利かしと見てるんです、うん、まあ後から確かにこうぶつかる手があるので、うん、こう出てきても突き抜けちゃう、はい、どんどん突き抜けて、うんうんうん、これに目取っても白は分断されて、はい、逃がらないです。こっちも危ないですから。確かにこうなればこれ一本利かしの感じはありますね。はい、ところがです、ね。ところがそうですね。ここで、はい、切ったんですね。無視した。はい、これはまたこれ全く予想外と言って、まあでも確かにこう跳ねたので、この切りを見てたのかなと思ったんですけど、全く気づかなかったです。まあ、当然こちら何か、まあ、擦んだり張ったり。はい、応対するのかなと思ったんですよ、切ったんで、はい、でまあ手抜きはしにくいんですか、はい、でも忙しいところなんですけども、はい、これ跳ねられると、これほっとくと切りがあるんですね、これ継げないです、継げないから、はいはいはい、なので受けるしかない、受けるしかないですね、はい、そうするとまたこう押さえられて、はい、それで結構しびれるんです、これしびれますよね、受けないといけないですから、また当たりがきますから、これちょっと辛い、なるほど、はい、ので
その利かされを拒否して、はい、まあ、先手であったり、ね、はい、で伸びて、はい、はい、そうですね、こうで、はい、で、まあ、ここも押し、そこまでですね、ここまでですね、これ109手までで今昼休憩に入りましたけれども、はいはい、なんか忙しいですね。右下隅にコウがあって、左左辺はその巨大な抑え込みがあって、でここの羽も大きいな、とんでもないところがあって、はい、3つも忙しいところがあるんですが、はい、名人はどこを打つんでしょうか。ここ決めたんで、これが打ちやすくなったんですよね。はい、もうここはこちらから行く可能性が少ないので、はいはい、でもこれを打って。まあ、渡っておいてこの2目を捨てやすくするんじゃないかなと思う。なんかすごい図がありましたね、はい、その後中央を跳ねて、まあ、跳ねるともうここは放っておいて、こっちにやってもう3目を取って捨てちゃって、で、まあ、こう中央で、はい、金眼の3箇所が全部解消されます。これだと結構分かりやすいですね、はい、これはなんか AI によると白がいいらしい、ね、みたいですね。白がいいみたいなんで、先生、はい、あの3子わざわざ伸びといて捨てるっていうのは、はい、こういうの、あの囲碁の常識にあるんでしょうか。あまり真似されない方がいいと思うんですけど確かにこれ2でかかってるんですよね。あーはーはー、これ3つ取ると、はい、こう2でかかってるので、はいはい、まあそう見れば、うん、納得する。る、はい、要するに最初に当たりかけた時に逃げずに打つと1手で済むと。これだと、はい、こう1手で済みますから。2手かけさせるために逃げてるんだと。はい、そうですね。あ、でも、もしかわかんないですけど、伸びるかもしれないんで。なるほど。もう当然、こう伸びも、まあ、第一感ですから、この伸びも、うん、そうすると抑え込み。そうすると抑え込みになる。これ厳しそうですね。厳しいですね。またここのさばきがどうなるか、はい、ここ二段までどうなるか。はい、なるほど。うん、本当に打ちたいところがいっぱいあって。先生どっちがいいと思いますか。9が、うん、白持ちですかね。あ、はい、まあ、こちらを何か受けて白持ちじゃないかなと思います。はい、まあ、両者相手の言うことを聞かずに、なんか意地の張り合いみたいなところがありますね。そうですね、うん、本当になんか意表のつく一点が多くて、うん、見どころがすごいいっぱいありますね。まず激しい、まあ、意地の張り合い、まあ、両者の闘志がよく盤上に表れている一局だと思います。はい、山田先生にはですね、まあ、おそらく本日夜には終局しますので、その終局後もまた朝日新聞データで動画解説で、はい、最後締めくくっていただこうと思います。山先生、難解な碁ですけども、はい、また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。